ポイントさんも、その密のところ入り込んでいいですか。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。お姉さん、美人のお姉さん、ストローください。って何なんだよ。すいませんね。すいませんね。あ、木村あれだよね。なんかベルト巻いてるでしょ。さっき聞いたら、ベルト巻いて。6人タッグ。あ、6人タッグ。僕、ユーインターファンだったんで、いろいろ聞きたいことが今日はあるんで。ユーインター時代の話を。最近あの、みんな嫌がるんですけど、やっぱ手首技やるんですか。手首技。安城さんにやられてやられて、めちゃくちゃ痛いんですよ。腱鞘炎なんですけど、やるとみんな嫌がるんですよ。みんな嫌がるんですか。僕もよくやられてて、安城さんから習ったっていうのがあって、あと合気道と安城さんからっていうの。ほら、だってユーインターってさ、スーパーヘビー級とやんなきゃいけないじゃん。あんなやつの完成さ、そうそう決まんないじゃん。だからもう、足首はもう船木さんが足首技ねっていうのを表現した。残り手首があるな。それで手首を研究し始めて、手首は合気道だろうと思って、スティーブン・セガールの映画見ながら、合気道を習うったって映像もあんまりないんだから。あ、そう、僕高校の時はレスリングの隣が合気道部だったんだけど、やっときやがったんだよ、その時に。逆に俺がやられてたわ。僕は自分で思うけど、レスリングやってた。ああ、レスリングのプロがプロレスだと。大きな間違いだね、それはね。桜山さんがちょっといつもで、あ、違うじゃないですか。だって、ハンさんも手首決められて、もう泣かされて、で、ちゃんこ版の時に、ちゃんこのメニューとかあるじゃないですか。なんか、水炊きだったから、醤油とか味噌とかあって、僕の思い出ですよ。今日のちゃんこは何って言うと、カレーって言うと、もう食わないで帰るんですよ。そうなんだ。カレー描いてた、はい、俺カレー大好きだけど、なんだろう、めっちゃ好きだよ。あとはやっぱきついですかね。重いっちゃ重いね、確かにね。カレー食うのなんかちょっと重たいね、確かにな。カレーって聞くと必ず帰る。そうなんだ、それ知らなかったわ。でもカレー大好きだけどな。でも俺のカレーを食わずに帰ってたのは高さんだから。あ、高さんってこれ言っちゃダメだ。いや、キンこれ、あれ、ちょっと待って、キンクです。いや、ユイって語るときどうするしかないじゃん。のただ俺のカレーはめっちゃ濃かったから、ニンニクたっぷりの、ニンニク大好きな先輩たちがいっぱいいたから、思いっきり入れてやろうと思って。そしたらやっぱり口に合わない先輩もいるわけよ、それやっちゃうと。合う先輩もいれば、はい、そしたら高さんはもう間違いなく、うん、あ、モノマネやめとくけよ。その頃で桜庭さんも23、4、5ぐらい、25、全部ぐらい。杉浦さん、その頃はオリンピック目指す、はい、目指してて。オリンピックだもん、オリンピアの。でも、憧れて見てましたよね。うん、やっぱそうですよね、僕分かりますね。ユイーター、そうですね。ユイーター見てたんですか。見てました、見てました。なんで勝手に見るんですか。勝手に見ちゃう。悪いのか。ダメだよ、勝手に見ちゃう。すいません、いやいやいや。深夜帯の番組でしょ、これ。もうそうです。こっそり親に内緒で、そーっと降りてって、テレビのサムネをひねるような。何の話してんの。杉浦さんが全然喋らない。宮田さんといえば、安城さんと宮田さんがよく道場で喧嘩してたんですよ。仲悪かったんですか、宮田さんとは。いやー、どうなんだろうな。今一番悪いよ。今一番悪いよ。あれ悪いやつだな。リングサイドに置いといた T シャツを、なんかどっちかこうスパリングしたが邪魔だってバーンと落として、そしたら、なんでこんな人に足引きするんですかみたいな感じで喧嘩し始めるんですよ。で、僕ら若い子は、やべえ、またやっちゃってるよと思いながら、僕すいません、そういうの気づいちゃうんであれですよ。最終的にチラッと見ると、宮田さんと安城さんが目を合わせて、似合って笑ってるんですよ。あー、これはその場の雰囲気を作ってんのかなと思いながら。どっちが先輩なんですか、宮田さんと安城さん。それは難しいんだよね。なんか向こうは年上だし、先にタイガージム、佐山さんとこのインストラクターやってて、はい、入門したのは多分俺の方が早いんですよ。というね、なんか微妙な微妙な間柄なんで、僕は一応年上だし、先輩だと思ったんですけど。なんだろう、ほらほら、空気おかしくなったでしょ、俺が入ると。いやいやいや、安城さんと俺そんなに絡んでないんで、ここで突っ込んでいいの。あんま突っ込んでやって怒られても大先輩です。もう大先輩、大御所なんか。大御所ってフェイテッドってことは、エキシビジョンでやった腕十字取られたじゃないですか、杉浦さん。パキって言いましたよね。パキ言いましたよね、はい、ほら言ったんですよ、パキって。杉浦さんがブレイクだった時に、うん、明日試合だからっつって。エキシビジョンでさ、そんなに向きになる。そちらこそ刺させなかったでしょ。何、あんだけ向きになる。グレコのチャンピオンだからって刺して刺させてくれないんだ。刺してくれない。あ、ガチガチなの。はい、ガチガチで。で、首取ろうとしたらめちゃくちゃ首絞めて、うん、取れないですね。隙がなかった。何回取ってもいいんですよ、1分間の間で。バチッと取って、本気で取ってるって佐野さんと思って取って、パキッって言ったんですよ。怖いね。ほんと肘、しばらく痛かったです。吐きして次の日のタイトルマッチ、ぶっちゃけ痛かったんですよ。危ないじゃん、肘にこんな傷が
がるそこらへん。これ、たぶんその時です。これ、坂本さんやります。これ、坂本さんだ。これ、その時。開きました。僕取った腕はこっちなんで。そう、左。外国人選手の話してください。ユンヒーターの外国人選手の話を教えてください、僕に。ビクトル・ザンギエフを聞きたいんですよ。ビクトル・ザンギエフ。全身ひげ男。全身ひげだから。剃るなよ。中途半端な剃り方すんじゃねえっていうね。ザンギエフは強かったんですか、やっぱ。ザンギエフは、もうロシア選手は、みんななんつうんですかね。おいにが結構きついんですよ。いやもうそこの脇もっと絡めといてくれ入らないぐらいにしといてくれ。脇がなぜかよ。逆行くとここら辺の指毛あるじゃないですか、はい、この中に入っちゃうんですよ。こっちも一生懸命脇差し行くじゃないですか。そしたら入るんですよ。そしたらもう何日経ってももうザンギエフがいる。ザンギエフを感じるんですよ。何日経っても昨日調べてたレスリングで世界選手権でめちゃくちゃ優勝してる。めっちゃ優勝してるの。やばいですよレスリング。ソ連時代とかもうソ連のチャンピオン。めっちゃ強いよこれ。アンジュースやったんやったやった。こういうのめっちゃ強いね。だからこういうの強い。実績がこの人ザンギエフ調子いいって書いてました。59歳。今59歳、はい、いつでも戦えるって言ってました。ザンギエフも、ザンギエフ呼べばいいじゃん。4人タックル、ツゲルグにザンギエフ。しかもそのインタビュー2019年のやつだから、多分今コンディションいいはずなんですよ。それすごい話になりますよ。ロシアから、はい、ビクトルザンギエフ。まあでもみんな年食いましたね。そういうことだからこういう話になるんだ。はい、でかいのは杉原さん。見せるんですタヌキの置物状態。こんなに人に見せるほど不思議なんだ。それ見せたがるかな。もうめちゃくちゃこんな感じで見せてきたんですよ。どういう性癖なのこれ。いや平気じゃないです。桜川さんと仲良くなりたいからと見せただけです。すげえお前動物じゃねえんだからな。だって犬とかおしゅんだから動物じゃねえんだ。書いて書いてよって書いてもらえなかった。楽それぐらいしてやるよ。書かないもんな。いやそこで書かないもんな匂い。いやあんなの書けないし。いや無理です。どうなってんだよノア。安城さんは結構きつかったんですよ。きつかった若手からしたら、なぜ休みなんですか。練習来るあこの野郎と。こっちは休みたいんだけどさ。パワハラですよ、パワハラ。パワハラですね、今で。でも俺別に呼んでないでしょ。呼んではいないですけど、でも一ポッチ忘れてるそりゃそうだな、期待してるよな、はいはい、お前らいるのに一ポッチねえのかよ。はいはい、安藤さんがその当時、ホンダかなんか低い車にバーンって来る。あ俺もそう思われてたんだ、はい、マジかよ。マジかよ、来やがったよ、はいはいはい、お俺はねやばいですね。やっぱ俺もそう思われてたんだ。あとは別にマフラーがさボボボボで普通の車、普通の状態、うん、来たよこれよって感じで前田さんがね、やっぱ当時ポルシェで来たら来たよ、来たよ、みたいな。それも同じだったの。同じでしょ。マジかよ俺もかよ。そらそらそら全員一緒っすね。もうそらそらあったな、俺も先輩ってそういうのかな。嫌ですよね。当時、スンデスだったら舐めてたんだ。まあ、すいません、ちょっと舐めてました。やっぱ舐めてました。舐めてました。舐めてました。適当にやれ、いいか。一番捕まったのは安藤さんで、練習中に捕まった。捕まった。はい。やられて、安藤さんにこう手首決められながら、いらいで、今が僕の手首技があるんですけど、イエーイ言いながら今、下打ちしましたチェって言いました。あと、すみません、間違えました。中野さんです。レスリング的にどうしてもうつ伏せになっちゃうんですよ。そしたら、中野さんがって笑いながら、お前こんな状態だったらお前指へし折られんぞって言いながら指こうやって持ってるの。いやそれって反則じゃねえなと思いながら冷めてる。やっぱ4本持たないとね。4本食いって言っても4本は4本はね。桜庭さんは若手時代がちょっと一味近かったんですか。なんか将来こういう感じになると思いましたか。いや思わなかったスターになると思わなかったですか。俺と同じ道を歩んでもらった。藤原義明職人、安城洋次、桜庭次の職人だった。なるほどなるほど。アメリカに一緒に UFC と関係で連れて行ってもらったんですよ、付き人で。すごいですよ、言葉分かってるのに全然分からないふりして、サインくれって言ってるだけなのに全然分からないふりするんですよ。塩対応です、本当に最高ですよ。最高です。うわっうわっ。いやーまあいや、なんで言うの、置いといて。俺が作るから。いや、酒を作るから。別に何なんですか、桜庭さん。何なんですか、桜庭さん。もうそれでいいから。先輩、やめましょう。いや、先輩、早く先輩、もういいか、グラス置いて。確かに、やめましょう。先輩、
尊敬するの。ストップ言ってください。ストップ。構え。さっちゃんすっちゃんです。また飲むりなんだよ、よろしくね。口も合ってないじゃん。酔っ払ってんだよ。俺も酔っ払ってるよ。じゃあ行きましょう。半分ね、半分ね、半分。半分ね、半分。半分、半分だよ。半分だよ。息しちゃダメだよ。半分だよ。半分だよ。やめて。カメラ回ってくれって。半分だよ。ダメだよ、女。さあ、すっちゃん。やめて。半分あんだから、半分いく、半分。何かをしかめてんの。これやばいっすよ。これやばいっすね。いい顔してるし。これやばいっすよ。なあ、サンちゃん。何があったの？まあ確かにトイレで何かあったよね。確かに。ありましたか？うん。何かあったよね。それを言いたいのかい、言いたくないのかって話。いや、まあでもそれ言っちゃダメです。俺がスッキリしたっていうのは言っちゃダメです。え？俺がスッキリした何を言ったの？いやいや、俺はもうもうすっきりしました。本当にこの人プロなの。いや何が来たじゃん。だからそれがダメだっつってな。違う、それをもうちょっと弱く放送できるように弱くやってくれっつってんの。あなたが俺のバットビヤーン。ビヤーン。Thank you everyone to watching the Saku channel. Bye bye. Be the time!